腹が空いたのかな、おむつかな。待っててね、すぐあげるから。よし、寝たみたい。私も寝よう。ああ、せっかく一人寝たと思ったのに。よしよし、いい子ね。はあ、いつもこうなのよね。一人ずつ順番にならいいのだけれど、首も座らない子、二人同時に授乳なんてできないのに。カナオ、服も着ないで眠っている。昨日も授乳の後そのまま眠ってしまったんだな。風邪ひかないようにしないとな。あ、ごめんな。よーし、よーし、おむつかな。おはよう、炭治郎。ああ、私またこんな格好で寝てしまったのね。いいよ、抱っこ変わるね。あ、ありがとう。ごめんな。俺、昨日も夜一回しか起きられなくて。遠慮しないで俺のことを起こしてくれていいんだからな。炭治郎は仕事があるんだし、そんな負担かけられないよ。ん？もう飲まないの？もう少し頑張って飲もうね。何言ってるんだ。俺たち二人の子供なんだ。ちっとも負担なんかとは思わないし、俺はカナオの体が心配なんだよ。気持ちはありがたいけれど、本当に助けてほしいときは言うから。そうは言ってもな、1ヶ月もまともに寝てないんだし、育児はまだまだこれからも続くんだからさ。せめて俺がもう少し手伝えるようにミルクもあげるようにしたらどうかな。私は母乳育児をしたいの。初乳の時期はもう終わったんだろう。それなら母乳にこだわらなくてもいいんじゃないのか。混合育児だって問題はないんだろう。初乳とは、出産して授乳を開始してから10日頃まで分泌される最初の特別な母乳のことよ。初乳は高濃度でタンパク質の量が高く栄養豊富であるため、少量でも赤ちゃんの小さなお腹も満たします。また脂肪の量も少ないため消化しやすく、新生児にとって理想的な栄養源なのです。そして何よりの免疫系の構築において極めて重要な役割を果たしているんですよ。栄養価で言ったらどちらでも大丈夫だと思うし、炭治郎がミルクをあげてくれたら楽にはなるけれど。なら一層のこともうミルクに切り替えてもいいんじゃないのか。それはダメ。混合ならまだいいにしても甘味はダメよ。どうして？だってミルクなら事前にある程度準備しておけばそんな手間はかからないし、洗い物や消毒は俺がいるときは俺が担当するし。確かに準備や片付けの手間は母乳にはないからね。だって体に哺乳瓶がついているようなものだもの。だからそこは俺が。違うの、炭治郎は分かってないわ。母乳には免疫物質が入っていて、子供の成長に合わせてその量が微量で変化しているのよ。それに母乳は飲ませなくなると視線に出なくなってしまうのだけれど、もし災害が起きてミルクが手に入らなくなってしまった時に母乳が出なかったら、この子たちは飢えてしまうのよ。う、そう言われてしまったら。そう、だからある程度の月齢になるまでは母乳メインでいいの。わかった？は、はい。出産を経験すると母は強くなるってよく聞くけれど、カナオもなんだかたくましくなった気がするな。待ってね、順番にね。どうしたの？お腹空いてないの？あら、なんで？どうしよう、おむつも変えたし、泣くのはお腹が空いているからだと思うんだけれど。どうして、なんで飲んでくれないの？泣かないで。よしよし。どうしたんだ？ずいぶんぐずっているね。何かあったのか？なぜだかわからないけれど、母乳を飲んでくれないのよ。試しにミルクを飲ませてみようか。すぐ準備してくるから待ってて。
今お父さんがミルク作ってくるからね。そんなに泣かないでよ。私が泣きたくなる。どうすればいいの？お待たせ。カナオ、温度大丈夫そうかな？うん、ありがとう。大丈夫そう。ミルク、私がやってみせるから、炭治郎も一緒にやってみてくれる？任せて。ふむふむ、頭が高くなるようにして、哺乳瓶の角度に気をつけて、深めに加えさせる。飲んだ。母乳はダメだったのに、どうして？そういう日もあるんだよ、きっと。ミルクも飲んでくれることが分かったし、これからは今朝話した通りミルクも与えていったらいいんじゃないかな。案外簡単だったし、俺に任せてくれよ。カチン。そうね、じゃあ私は少し休むから、あとはお願いね。得意のミルク授乳で。一回うまくいったくらいで簡単呼ばわりしないでよ。一日の授乳は8回から十数回にも及ぶのに。うん、せいぜい頑張ってね、お父さん。あれ、なんだかカナオ怒ってしまったかな。ここは俺が頑張っていいとこ見せないとな。よしよし、ミルク飲もうな。あれ、どうしたんだ、飲みたくないのか。おかしいな。やっぱり私の出番ね。炭治郎、左側押さえてて、私は右側押さえるから二人同時に行くよ。はい。あ、飲んだ。ミルクは嫌がったのに。すごいな、やっぱり母親の存在は偉大だ。赤ちゃんは繊細だからね。同じミルク、母乳でも突然嫌がる時もあるの。だからみんなミルクなら温度を微調整してみたり、哺乳瓶を変えてみたり、試行錯誤しているのよ。そうなのか。簡単だと思っていたけど奥が深いんだな。炭治郎、心を入れ替えてくれたようね。そう、だから母乳、ミルク、どっちにするかなんていう不毛な戦いはやめて、臨機応変に二人で協力していきましょう。ね、あなた。そうだな、任せてくれ。妻よ。母の呼吸、一の方、タンデム授乳。お、いつもと違うタンデム授乳じゃないか。いつものは平行抱き、今日のはダブルフットボール抱きよ。平行抱きとは、赤ちゃんを母親の体に対してそれぞれ横向きにして授乳する方法。普通の授乳の両方同時バージョン。そしてダブルフットボール抱きとは、脇の下にそれぞれの赤ちゃんを挟み込む形。フットボールを両脇に抱えているイメージね。それにしてもカナオもたくましくなったわね。ん？でもいまいち飲みが良くないな。ミルクも少し足そうか。そうね、お願い。わかった。父の呼吸、二の肩、ミルク車。やっぱり炭治郎がミルクを冷やしてくれると早くて助かる。まさか呼吸がこんなところで役に立つなんてな。それにしても、やっぱり子育て楽しいな。飲んだらすぐだもんな。俺が買えるよ。いっぱい出た。ん？うわぁ。おむつ取った途端に放水するのやめてくれ。水の呼吸、14の方、鉄砲水、ね。双子育児に奮闘するかまど家は今日も賑やかです。育児のアドバイスや逆に悩みがあればコメント欄で教えてくださいね。私は母になりました。両親を早くに失った私は正直子育てに対して不安がありました。でもパートナーと手を取り合って立派にこの子を育て上げる、
そう誓ったのですが。子育てはそんなに甘くはありませんでした。いえ、我が家の場合はパートナーに問題があると言った方がいいかもしれません。しのぶ、次はどうすればいい？俺に指示をくれ。おむつ替えの準備をしてくれますか？私は授乳ができるよう準備しますので。わかった。できた。次は？おむつを替えてください。はあ、お分かりでしょうか。私のパートナーである旦那様の義勇さんは、子育てにはそれはもう協力的です。協力的なんですよ。言ったことはやってくれます。よし、できた。ここからは母の出番だ。頼む。ええ、さあ、たくさんお飲み。ほう、すごい吸い付きだ。あの、毎回毎回そんなにまじまじと見られると少し嫌なんですが。夫婦なのにか。この子は今食事中なんですよ。義勇さんは自分が食事している時にずっと顔を覗き込まれていたらどう思いますか？そうか、確かにそれは。じゃあ次は？ああ、少しは自分で考えて臨機応変に行動してくれませんか？そう、この人はいつもこうなのです。言われたことはやる、言われなければやらない、そんな困ったさん。怒っていたらなんだかお腹が痛くなってきました。それじゃあ俺は散歩にでも。義勇さん、ちょっとお腹が痛くなったので、この子をお願いしてもいいですか？もちろん、任せてくれ。まだ授乳の途中ですけど、行ってきます。授乳の途中か。何か悪いものを食べたかしら。義勇さん、何をしているのですか？授乳だ。ああ、そうですか。それはそれはありがとうございます。とでも言うと思いますか？なかなかうまく吸い付いてくれない。なぜだ？もう、いい加減にしてください。義勇さんのお乳を飲むわけないじゃないですか。そもそも母乳は出ませんよね。ふざけてないで、早くミルクを用意してください。さっき忍が、あとは頼んだというか。そういう意味じゃありません。母乳は私の仕事。それで足りない時にはミルクをお願いします。ミルクは義勇さんの仕事です。いいですね。すまない。ではミルクを作ってくれ。これまでも義勇さんの気候には驚かされましたが、まさか自分の胸を沿わせようとするなんて思いもしませんでした。これからはちゃんと明確に指示をしないといけないみたいね。あらあら、もうお腹すいたのかな。あら、義勇さんどこに行くのかしら。たくさん飲んでね。しのぶ、ミルクを用意した。え、ありがとうございます。でもまだ大丈夫ですよ。足りないようだったらでよかったのに。俺もやりたい。え、ミルクをやりたい。わかりました。じゃあミルクの温度を確かめて、大丈夫そうなら飲ませてください。わかった。え、
ちょっと、義勇さん、何をしているんですか？ん？何って、温度を確かめている。義勇さんが飲んでどうするんですか？温度を確かめるときは、手の甲に垂らして確認するんです。そうなのか。垂らすだけでは、いまいち温度がわからなさそうだ。もう、義勇さんが飲んでしまったら、大人が持ってる菌がミルクの中に入ってしまうじゃないですか。赤ちゃんは繊細なんですから。すまない。そもそも義勇さんは親としての自覚をもう少し持ってください。最初から完璧な子育てなんて誰もできません。それに母親と同じようになることも難しいかもしれません。だけど私がどんな気持ちか、母とはどんな気持ちで子育てをしているのか、もう少し考えてもらえませんか？忍と同じ気持ち。そうだな。俺の考えが甘かった。ミルクを自分で飲んでしまうなんて。でも、義勇さん、少しは分かってくれたようですね。よかったです。ありがとうございます。それではミルクを作り直してくるので待っていてください。ああ。ん？こうか。いや、こうか。うまくいかないな。義勇さん、どうかしましたか？いや、それがうまく飲んでくれなくて。ミルクは私が今持って、まさかさっきの義勇さんが口をつけたミルクを飲ませているんじゃ。いや、何をしているんですか？ん？母の気持ちになろうと思って、こうして哺乳瓶を自分の父に見立てて飲ませている。しかし、やはりこれだけでは母の気持ちにはなれないな。忍、どうした？白目なんか向いて。おい、大丈夫か？皆さん考えられます？服を脱いで自分の胸に哺乳瓶を当てて、あたかもそこから生えているかのような格好で授乳する旦那様。もう何と言っていいやら。絶句、その言葉が一番しっくりきますね。俺からも母乳が出ればいいのにな。我が家は子育てよりもこの人の指導が先のようです。そうそう、カナオ、ネズコさん、カンロズさんの子育ては順調でしょうか？もうすぐ検診を兼ねた集まりがあるので、とても楽しみです。5ヶ月前、夫のジェンジさんとの間に赤ちゃんが生まれました。私の一日はその息子の泣き声から始まります。よしよし、どうして泣いてるの？ミルクかな？おむつかな？あ、おむつが濡れてる。変えてあげなきゃ。おはよう、ねずこちゃん。おはよう、ジェンジさん。おむつ替えたら授乳するから、ご飯は少し待っててね。うん。あ、今日の朝ご飯は何かな？ねずこちゃんの作るご飯は全部美味しいんだよね。我が子が必死に飲んでる姿、可愛いな。でも急いで善一さんのご飯も作らなきゃ。そろそろお腹いっぱいかな。善一さん、朝ご飯を作ってる間この子を見ててくれる？今はご機嫌だから。わかった、俺に任せといて。おお、よしよし、かわいいな。なんでそんなにかわいいんだ？善一さんたら、ご機嫌で遊んでくれてるし、今日はゆっくりご飯が作れそうね。
の？何かあったの？息子が急に泣き始めたんだよ。どうして急に泣いてるするんだよ。抱っこして欲しくて泣いてるのかな。お父さんに遊んで欲しかったんじゃない。そうなの。でもご機嫌な時なら遊べるけど泣いてる時は無理だよ。だからねずこちゃん頼んだ。泣いたらすぐに私に変わるんじゃなくて少しはあやしてくれればいいのに。でも私まだご飯の準備が途中で。それくらいは俺がやるからさ、息子のこと頼むよ。それくらいとかひどくない。善一さんは息子のことを可愛がってくれてはいるけれど、めんどくさいことは絶対にしてくれません。おむつ替えだってそう。善一さん、私洗濯物を干しちゃいたいからこの子を見ていてくれない？わかったよねずこちゃん、俺が見てるから安心して干してきて。さっきだって見ていてくれるって言ってすぐ変わったじゃない。見ていてって眺めててほしいわけじゃないんだけど。母親の言う見ていてという言葉の中には、あやしてほしい、抱っこしてほしいなどいろんな意味がこもっているのです。あの優しさの塊の炭治郎でも困ってたくらいだから、善逸にはきちんと伝えないと難しいかも。ねずこちゃん、もう今度はどうしたの。今大きい音したんだよ。どうしよう、くそ、うわー、俺無理だよ。無理。無理って言えばやってもらえるって思ってるのかしら。ほらねずこちゃん、お願い。大きい方だからやれないってことはないでしょ。小さい方は変えれるんだから。小さい方は別に臭くないしパッパッパーだけど、大きい方は臭いしさ、やり方わかんないし無理だって。はあ、わかったよ。ありがとう、ねずこちゃんの優しいところ大好きだよ。言葉でごまかそうとしないでほしいな。その後も善一さんは泣けば私にバトンタッチ。おむつはもちろん変えてくれませんでした。できればもう少し協力してほしいんだけどな。おむつ替えて授乳しなきゃ。今お尻きれいにしようね。起きちゃったの。大変だけど頑張ってね。頑張ってねって他人事みたい。しかも寝ちゃうし。お腹すいたのね。よーしよーし。あれ、飲みたくないのかな。どうしたの。善一さん、ミルク作ってきてくれないかな。善一さんってば。ねずこちゃん、もう食べられないよ。もう全然起きてくれないじゃない。昨日は夜泣きがひどかったな。おかげで寝不足だよ。おはようねずこちゃん。あー、よく寝た。おはよう善一さん。どうしたの、クマすごいし髪もボッサボサだよ。昨日息子の夜泣きがひどくってあんまり眠れなかったんだ。すっごい泣いてたもんな。私は寝不足でフラフラなのに、なんてのんきなこと言うのかしら。気づいてたなら協力してくれてもいいのに。もう私寝室で授乳してくる。今日はご飯は自分で準備してね。息子は笑った顔一つで癒してくれるのにな。善一さんにもイライラしたいわけじゃないのに、どうしてイライラしちゃうんだろう。産後はホルモンバランスが乱れることで体調や精神状態が不安定になってしまいます。私は比較的安定してた方かな。この必要以上にイライラしてしまうことをガルガル期と言います。赤ちゃんのお世話で睡眠不足だったり夫の協力が得られないことが原因と言われています。ねずこちゃん、ご飯準備したよ、一緒に食べよう。あ、寝ちゃったんだ。寝顔は可愛いな。でもさ、
何？俺ずっと思ってたんだけどさ、我が子とはいえさ、ねずこちゃんを独り占めするのはずるいよね。ねずこちゃんの全ては俺のものなのに。何言ってるの、ずるいって。この子は今私がいないとダメなのよ。いやだ、ずるいずるい。ねずこちゃんを独り占めしてずるい。俺だって寂しい。起きちゃった。やっと寝たのに。ねずこちゃんは俺のものだ。善一さん、私が妊娠中に善一さんに書いた子供が生まれたら守る5つの約束は覚えているかしら。覚えてます。すべて守れてないけど。今から暗唱するから、そこに正座しなさい。はい。一つ、産後はゆっくり休めるように俺がおむつ替えをする。これはどうかしら。おむつ替えは俺も手伝ってるよ。ん、おむつ替えって小さい方だけじゃないからね。善一さん、大きい方の時は絶対に替えないじゃない。はい、ごめんなさい、次からは替えます。二つ、泣いたらたくさんあやして泣いてたことなんて忘れさせる。これも全然よね。はい、おっしゃる通りです。3つ、夜中はねずこちゃんが少しでも眠れるようになるべく起きてミルクを飲ませるわ。すみません、爆睡してます。4つ、寝かしつけは俺に任せてわ。俺の方が先に寝てます。5つ、ねずこちゃんのことを一番に考えるに関して言うことは。ごめんなさい、自分のことばっか考えてます。ねえ善一さん。なに、ねずこちゃん。5つの約束は今後やるの、やらないの。父親になる気あるの。それとも私、この家から出て行って独身に戻してあげようか。ごめんよねずこちゃん、俺お父さんになれるように頑張るから許してお願い。そこまで言うなら今回だけは許してあげる。でも次やったら子供を連れてお兄ちゃんのところに帰るからね。わかった、俺頑張るよねずこちゃん。この日から少しずつ善一さんは変わっていきました。まだ頼りないところもあるけれど、夫婦で手を取り合って頑張りたいと思います。少しずつお父さんとお母さんになろうね、善一さん。私はイグロさんと結婚して2人の子供に恵まれました。2歳の女の子とつい数ヶ月前に生まれた男の子です。幸せいっぱいなのですが、子育てにいっぱいいっぱいになっちゃってイグロさんに迷惑かけてばっかり。あ、イグロさんって癖で呼んでしまうのよね。私もイグロさんなのにね。キャー、恥ずかしいわ。はいはい、今行きますよ。母ちゃん、ごめんね、めぐるちゃん。今赤ちゃんお腹ペコペコだから待っててね。今行きますよ。授乳ってさっきもしたばかりじゃなかったかしら。あれ、もう何時間も経ったのかしら。なんだか時間が経つのが早いわ。ねえお母さん、母さん、今手が離せないからちょっと待っててね。やだ、こっち来てよ。もう待っててって言ってるのよ。お母さんすごく忙しいの。お姉ちゃんでしょ。うわー、お母さんなんて嫌いだもん。うわー、私ったらまだ小さな子にお姉ちゃんでしょなんて最低ね。それに嫌いって言われてしまったわ。そうよね、こんなお母さんじゃ嫌よね。ごめんね、お母さんが悪いのよ。
いっぱい我慢させてごめんね。こっちにおいで。だっこ、だっこちてよ。ああ、二人とも泣かないで。ごめんね、今お母さん、ちゃんとするからね。お腹すいた、喉渇いた、母ちゃん。ああ、もうどうしよう。しっかりしなくちゃ。ごめんね、ちゃんとできなくてごめんね。ただいま。お父さん、お父さんだ。おかえり。だっこ、ねえだっこ。ただいまっと、めぐるいい子にしていたか。ん、なんだ泣いていたのか、どうした。みつり、大丈夫か。あ、ごめんなさい。もうこんな時間なのね。私ったら、うっかりしてて、ご飯まだ用意できていなくて。今から作るから、少し待っててくれるかしら。授乳の時間なのか。あー、そうなんだけど、なんだか母乳の出が悪くて、なかなか寝れてなくて。そうこうしているうちに、めぐるもぐずってしまって。ごめんなさい。何も謝ることじゃない。よし、それじゃあめぐる、一緒にミルクを作りに行こうか。ミルク、混ぜ混ぜ。そうだ、してくれるだろ。うん、お父さんとやる。そんなの悪いわ。疲れて帰ってきてるんだから、私がやるわよ。大丈夫だ、俺に任せろ。みつりは少し寝ておいで。晩ご飯も準備するから大丈夫だな。でも、みんなお母さんの元気な笑顔が大好きなんだよな。うん。じゃあ、お言葉に甘えて少し横になるわ。何かあれば呼んでね。ああ、ゆっくり休め。お父さん、ご飯食べる？その前にミルクが先だな。混ぜ混ぜしてくれるんだろ。そしたら、ご飯？お父さんも一緒？もちろん一緒だよ。だから、お手伝いお願いな。混ぜ混ぜ、混ぜ混ぜ。なんだか、私といるより楽しそう。私よりおばないさんの方が育児に向いているのかも。私ったら二人目の子供なのにあたふたしてしまって本当ダメなお母さんね。で、ダメよダメ。しっかりしなきゃ。少し横になって交代しなきゃ。ふう、明日の準備もしたし、子供たちも無事寝てるみたいだしな。俺も横になるかな。なんでこんなに寝相が悪いんだろうな。みつりはちゃんと寝れているか。で、こっちも寝相が悪いな。それにしても、俺に迷惑かけないようにって頑張ってくれるのはいいが、もう少し甘えてくれてもいいんだが。はぁ、眠い。授乳の時間か。みつりを起こさないように俺が起きないと。ちょっと待ってね。起きてしまったか。寝ぼけているようだが、寝ながら飲ませられるなんてすごいな。で、おい、嘘だろ。はーい、飲んでね。みつり、それは俺の顔だ。授乳はこっち、こっちだ。助かった。寝ぼけているから気づいていないようだな。窒息するかと思った。ああ、ああ、やだ。私が一番最後？寝すぎちゃったわ。ごめんなさい。寝坊しちゃって。おはよう。いいんだよ。今日休みなんだから。お母さん、おはよう。めぐる、おはよう。昨日はごめんね。今日はママ、頑張るからね。うん。あのね、昨日ね、お父さんと昨日、お姉ちゃんだからって我慢させちゃったから、今日
今日はたくさん甘えさせてあげなくっちゃね。じゃあまずはミルクを作っちゃうわね。はーい、今できましたよ。たくさん飲んでね。あれ、おかしいな、全然飲まないわ。お腹が空いているわけじゃないのかしら。俺があげてみようか。ん、みつり、これ明らかに色が薄くないか。え、うん、味がしないな。ミルクの分量を間違えたんだろ。俺が作り直してくるよ。ごめんなさい。作り直せばいいだけの話だ、謝ることない。そんな顔をしないでくれ。違うの、最近私いつもこうなの。何をやってもうまくいかなくて、いつも空回りしちゃって、子供たちにかわいそうな思いさせちゃって、それにめぐるにばかり我慢させちゃうし、二人目の子供なのにうまくできなくて、おばないさんにもこんな迷惑をかけちゃってるし、私ちゃんとお母さんできてないんじゃないかなって、ダメなお母さんだって。それ本気で言っているのか。え、そもそもお母さんの正解とは何だ。どういうお母さんがいいお母さんなんだ。それはもっときっちりしてしっかりとしていて、それに子供たちにかわいそうな思いをさせたりもしないし、あとはバカらしいな。え、バカって。こっちに持っておいで。よいしょっと。見て、お父ちゃんと作ったの。これ、おにぎり？昨日、お母さんがご飯も食べないで寝たからって早起きしてこんなにたくさん作ったんだぞ。形は悪いが、愛情たっぷりのおにぎりだ。こんな風に誰かのために何かをしたいって思ってくれる優しい子に育っているのに、それでも自分はダメなお母さんだと言うのか？それに、俺に迷惑をかけていると言ったが、一度もそんなことを思ったことがないぞ。もっと頼ってくれ。俺はそんなに頼りないか？お母ちゃん、一緒に食べよう。ありがとう。うまくいかない日だってあるさ。だからって一人で抱えてどうするんだ。俺たち家族なんだ。もっと助け合おうな。ありがとう、ありがとう。お母さん、どこか痛いの？お腹空いたの？ごめん、ごめん、どこも痛くないのよ。お腹空いたわ。こら、そんなに泣くと子供たちがびっくりするから、そのくらいにしておけ。流した涙の分たくさん食べてくれ。そんなに急いで食べなくても誰も取らないぞ。ん？あっはっはっは。そんなに笑わなくてもいいじゃない。もう。違う違う。下を見てみろよ。下？あ、赤ちゃんの顔にご飯いっぱいついてる。やだわ。夢中で食べていたらこんなにこぼしていたなんて。恥ずかしいわ。面白いね。ああ、おかしいな。やだ、こっちの方にもついているわ。もう、私のバカバカ。家族の形、子育て、お母さん、正解なんてないし、みんな違う。私は私でいいんだってことをおばないさんが教えてくれたの。ありがとう、おばないさん。あら、今日はにぎやかね。そうだ、今日は父の美子たちの検診だったわね。葵に任せていたから忘れていたわ。
ああ、姉さん。キユさん見なかった？見ていないけど、そんなに慌ててどうしたの？そんな怒った顔していると、抱っこしている可愛い天使ちゃんが泣いちゃうわ。笑顔笑顔。ああ、そうよね。でも、急いで探さないと。ちょっと姉さん、この子お願い。もちろんいいけど、私が探してこようか。いいのいいの。姉さんじゃ逃げられてしまうわ。すぐ戻るから、お願いね。あらあら、そんなに走らなくてもいいのにね。お母さんは大忙しですね。かなえおばさんで我慢してね。お、ちびぎゆうじゃねえか。ああ、今日は献身だったか。サネミくん、見てよ、この小さい手。指を出してみて、ぎゅっと握り返してくるから。かわいいわ。こうか。お、本当だな。小さいのに力強いんだな。抱っこしてみる？いや、俺は怖いから見てるだけで大丈夫だ。おっと、泣きそうな顔してるぜ。泣かないでくれよ。ねえ、サネミくん。私たちにも天使ちゃんが来てくれるといいわね。もうすぐ結婚して5年になるものね。でも、そういえば、私、生理来ていないかも。最後の生理はいつかしら。どうしたんだ？ちょっと一緒に来てくれる？あら、天使ちゃん、お腹にいるみたいだわ。ああ？本当か？ちょっと本屋行ってくるわ。え？どうして？育児本買わないとだろう。こうしちゃいられねえ。気が早いんだから。あれよあれよと妊娠期は過ぎ去り、無事に出産。私たちに可愛い可愛い家族が増えました。産湯の準備ができたぞ。はいはい、じゃあお風呂に入りましょうね。今日は俺が入れる。じゃあお願いね。着替えの準備しておくわ。それも準備済みだ。あら、本当だわ。すごいわね。そりゃそうさ。どんだけ勉強したと思ってるんだ。子供と向き合うときはいつもデレデレ顔なのに、お風呂のときは真剣な顔つきに変わるのよね。はあ、この人と結婚して本当に良かったなって、幸せだなって思うわ。何笑ってるんだ。今上がるぞ。はいはい、タオルね。こうやって私たちは協力し合って育児は難なく進められると思っていたんだけど、ある事件が起きたの。今日はなかなか泣き止まないわね。どうしたのかしら。何かの病気とかじゃないんだよな。そうじゃないと思うんだけど。新生児は一日の大半を寝て過ごすって書いてあるんだぞ。でも個人差はあるって書いてあるし。でもこんなに泣き止まないことはなかったよな。飲み足りない時があるって書いてあるけど、飲むんじゃないのか。おむつはさっき変えたし、お腹も空いてないはずなんだけど、ちょっと飲ませてみるわね。どうだ、飲んでるか。飲んでるというより、
おしゃぶり代わりにされている感じなんだけど、寝そうかも。寝たか。そうね、寝たみたい。やっぱり母親のぬくもりは違うんだろうな。ふぅ、いっぱい泣いて疲れたわね。ゆっくり休んでね、かわいい天使ちゃん。俺たちも横になろう。眠いな。私、体力には自信あったけど、さすがに産後だから、体中がガタガタだわ。何でも俺に言ってくれ。休めるときに休もう。また起きちゃったのね。どうしたのかな。どうしたのかしら。本当に寝ないわ。抱っこで過ごすしかないかしら。やっぱり寝ないのか。今日はご機嫌なナメちゃんね。姉さん、大丈夫？ああ、しのぶ、起こしちゃったかしら。たまの実家止まりなのに、ゆっくり寝かせてあげられなくてごめんね。悪いな、なかなか泣き止まなくてな。お腹も空いてなさそうだし、おむつも汚れてないし、どうしたのかなってね。寝る前に風呂に入れたのが良くないのか。寝る前にお風呂ですか。ちょっと寝かせてみてもいいですか。下ろすとすぐ泣くんだ。ちょっと見せてね。ん？なんで服を脱がすんだ。服が逆か。いや、ちゃんと準備したはずだが。原因かもしれませんね。え、髪の毛？着替えさせるときに入り込んでしまったようですね。髪の毛が入っていたから痒かったのね。髪の毛。これで寝てくれるといいんだけど。ありがとう。あとは寝つくまで抱っこしてあやしてみるわ。何かあれば言ってね。みんなで助け合っていきましょう。髪の毛か。信じられないな。赤ちゃんは話すことができないから、私たちが気づいてあげないといけないわよね。育児本には書いてないもんな。私たち知識ばかり頭に入れてダメね。髪の毛一本取り除いたら、こんなにすやすや寝てやがる。これからは育児本に頼らずに、いろいろな視点からこの子に向き合っていきましょう。ああ、そうだな。ちゃんと見てあげられるのは俺たちだけだもんな。今ご機嫌だからご飯食べちゃいましょう。ああ、そうだな。それにしても、最近は一人遊びをしている時間が増えたよな。自分の足を掴んでコロコロしているわ。子供って柔らかいわよね。夜もだいぶまとまって寝るようになったしな。そうそう、生まれたばかりは大変だったわよね。髪の毛事件もあったし。ああ、あれには驚いたな。忘れもしないぜ。あの時は二人寝不足で、育児ってこんなに大変なんだなって思ったもんね。子供の成長も早いけど、俺たちもちゃんと親として成長しているんだな。もうお父さんの顔になっているもんね。そうか。もう少ししたら歩き出したり、話し出したり、もっと大変になるわね。でも俺らなら大丈夫だろ。俺ららしくのんびり気負いせず、一緒に楽しんでいこうぜ。やっぱりお父さんになってるわ。嬉しい。はあ、こんなに幸せでいいのかしら。
恥ずかしいこと言うなよ。もう寝ましょうね。よいしょっと、たくさん飲んでね。な、子育ては慣れてきたが、この目の前に恥ずかしげもなく、父は慣れねえな。そこのガーゼ取ってくれる？ガーゼ、これか。なんでこっち見ないのよ。バカ野郎、いくら俺と子供だけだからって。父出して堂々とするな。え、何？聞こえない。こっち来るな。ねえ、なんで逃げるのよ。だから半裸で俺に近づくな。早く授乳しないとダメだろ。恥ずかしいの？うるせえ。まあ、可愛いんだから。忍様たちの乳児の検診を担当した私、今日は先輩ママたちの奮闘や失敗談、夫への不満などを聞いてとても勉強になりました。もうみんな帰ったのか。片付けなら手伝うぞ。ありがとうございます。結婚前はいろいろ心配もありましたが、伊之助さんと結婚してからは思いのほかいろいろ手伝ってくれるので助かっています。時々常識外のことをしてくれますが、まあ想定内、許せる範囲です。今日は賑やかだったな。子供たちの定期検診でしたから。ギャースか泣き声が響いてたな。赤ちゃんは泣くのが仕事ですからね。伊之助さんは子供好きですか？考えたことねえけど、ちっちゃい禰豆子と遊ぶのは楽しかったぞ。脳内が子供だからでしょうか。けど忍たちの文句は怖えな。半々羽織に同情したぜ。忍様のところは特別だと思います。炭治郎さんのところとかどう思いましたか？だっていつもと同じだろ、あそこは。ということは炭治郎さんと金尾夫妻を目標にすればいいのでしょうか？よし、片付けはこんなもんだろ。腹減った、葵、飯にしようぜ。私はもう少し掃除をしてから行くので、伊之助さんは先に調理場に行っていてください。おやつ用意してありますから。おう、早く来ねえと全部食っちまうからな。おやつに喜んで走っていく伊之助さんを見ていると、まだまだ子供なんて先のことかなと思いますが、もしも私たちに赤ちゃんが生まれたら。妊娠が発覚してからの伊之助さんはとても優しく気遣いのできる夫へと成長していました。立ち会い出産にも心よく引き受けてくれて、子供の誕生をものすごく喜んでくれました。それはもうよく世話を焼き、そして私への気遣いも怠りません。ですが問題が一つだけありました。今度は何だ？きっとお腹が空いたのですね。今お乳あげますね。いいよ、俺がする。え？葵、昨晩もあまり寝てねえだろ。腹満たすぐらい俺にだってできる。少し休んでるわ。でも伊之助さんには無理です。あん？俺にはできねえってどういうことだ？免疫つけたりするためにも私は母乳で育てると決めたのです。一日の少しくらいミルクでもいいだろ。出ないと葵が倒れるぞ。でも母乳をあげないと私の胸が張って痛くなるのです。とはいえまだ洗濯物を取り込んでいないし、食事の下ごしらえも。伊之助さんのミルクあげは助かるのですが、けれどこの一回が原因で何かあったらと思うと。ああ、ほら、こんなに腹すかし泣いてるじゃないか。空腹は辛いんだぞ。待ってください、すぐ授乳の準備をしますので。だから、そんなフラフラで赤ん坊をしっかり抱けるのか。今回は俺に任せろ。人肌に冷まして飲ませるくらい楽ちんホイホイだからね。結局私が根負けしてミルクあげを許してしまいました。大丈夫と言いながらも
次第に冷静になると、手に汗はかいているし、少し頭がぼーっとしているような気がしました。私より、猪之助さんの方が冷静で、適切な判断ができるようになっていたことに、軽い衝撃を受けたのです。何落ち込んでるんだよ。赤ん坊が満足したんだからそれでいいだろう。腹いっぱいになると寝るんだったな。ゲップ出ましたか？背中叩けばいいんだろう。叩くって、ポンポンと軽くですよ。わかってるって。こんなにちっこいやつにマジだらけなんかするかよ。マジでちっちゃくてちょっと力入れたら潰れちゃいそうなのに、するわけないだろ。よし、寝たな。他も俺がしておくから葵は休んでいろ。な。と言われて真に受けて大丈夫でしょうか。先日の洗濯物、丸められてシワだらけになっていましたよね。下ごしらえしながらつまみ食いされたことも、ああ、そう考えるとやはり休んでなんかいられないですね。猪之助さんはここで赤ちゃんのことを見ていてください。おい、本当に平気なのかよ。俺に遠慮はいらないぜ。気持ちだけ受け取っておきますね。もしかして、やっぱ俺にはできねえと思ってるな。ちょっと猪之助さん、そんな大きな声を出したら。あ、泣き出した後寝つかせるの大変なんだよな。あ、はあ、こういう時はどうしたらいいと言っていましたっけ。もっといろんな経験談を聞いておくべきでした。よし、父ちゃんが高い高いしてやっからな。よっこらしょ。え、嘘。天井につくくらい放り投げて、高い高いの常識を逸脱しています。ちょっと、何をしているのですか、猪之助さん。血のみごに高い高いは早すぎです。問題ねえぞ。これで大抵は泣き止む。いつもしていたのですか？どうしようもない時の必殺技だな。ってあれ、泣き止まないな。うん？くせえな。おむつ取り替えも任せろ。けだものの呼吸。108の肩、おむつの生え替え、おりゃおりゃおりゃ。何をするのですか。排泄物が飛び散りますから、もっと丁寧に落ち着いてください。問題ねえ、肥料になるんだからな。出すもん出したら腹減っただろ。追加のミルクだぜ。ダメですよ、与えすぎはよくありませんから。干してからあげてください。猪之助さん、子育てとは甘やかしてばかりではダメなんです。なんだよ、葵や赤ん坊のためだと俺は思ってるのに、なんでガミガミうるせえんだよ。私だってうるさくしたくて言っていません。子供と猪之助さんが大切だからです。え、ちょ、泣くなよ。赤ん坊が泣き止んでお前が泣き出してどうすんだよ。ああもう、全部葵の言ってることが正しい。間違っているのは俺だ。だからさ、泣くなよ。俺、葵の言うことは守るから。などと言いながら肩を抱き寄せ撫でてくれる猪之助さんの優しさにほっとする私。そして私たちが仲がいいと赤ちゃんもよく笑う。そんな家庭が私の描く未来予想図です。が、そううまくはいきませんよね。理想と現実は。おーい、葵、わざかー。はーい、今行きます。理想と現実は異なっていても、猪之助さんとの未来は不安もありますが、きっと楽しいんだろうな。一つ確実なのは、もっともっと幸せな日々が訪れるということです。